はい、おはようございます。今日はね、これから急遽六本木ヒルズのジュラシックワールドを見に行きます。炎のランチ、炎のランチ、急遽だよ、ね、急遽行きます。じゃん、はい、今日もね、35、6度なんじゃないかな、多分ね、暑い。じゃじゃん、今日もね、キヤノン EOS 70D でこれ実は撮ってます。え、どうした、どうした、意味ある、何が、今ロックされるんだよ、多分ずっと待っても撮れないの。いいよ、されるよ。はいですね、アルファ73が修理から、戻ってきてほしいなというところ。これもね、嫌じゃないんだけれど、やっぱね、アルファ73のあのなんか絵に慣れてしまうと、あっちの方がいいなっていうね、そんな感じ。はい、ヨドバシカメラに修理出した。いつ帰ってくるの？2週間ぐらいって言ってた。そしたら連絡が来るの？あとはね、やっぱね、このカメラはね、基本的にもうそもそもでかい。また、ドラえもんですね、いっぱい。なんでなんかペース入って、僕だ、お、これだね、炎の王国。まだ7月13日に始まったばっかです。じゃあ購入番号見せてくれ、入れやってくれ。パパはわかんねえ。オッケー。しかし、ほんとこのカメラでかい。これで、はい、え、ママがいつもこんなのやってくれるから俺たちは分かんないね。ん？できる？おー、レゴすごい、できた。いいじゃん。OK。で、どうするの？ポップコーン買うの？うん。じゃあ買って。今日はね、レオとね、2人だけで来てます。みんなあとお留守番。ね。買って。吹き替え。そう、吹き替え版、六本木ヒルズはね、日本語版がやってないから、チビたちはね、来れないという。そう。飲み物。じゃん、ヘイ、ハーフ&ハーフ。うん、今日の何の音？塩にバター塗り。そう、そういうことね。さっちゃんも突撃してみてきます。どうでした？面白かった。だよね、OK。 今ね、動画終わり、動画しねえな、映画終わりました。ネタバレしないように。ネタバレを避けますが、すっげえ面白い。変なアトラクション乗ったフルフルもよっぽど面白いですよ、まあ、うん、じゃん、もうまたすげえ天気になってます。ていうか、レオ、この映画長くなかった？時間くらい。なあ、おい、レオ、仲介が潰れてる。お前これから塾じゃない、うん、なあ、今のも言った方がいいよね、レオ。まさかパパ、このタムロンの激音もレンズをくっつけて、うん、この一眼レフでね、Vlog やると思わなかったよ。はい、25番ね。レオ、パパ25番。レオは9番。よろしく。じゃあね。はい、じゃあ一旦家帰ります。じゃん、はい。今日のランチは、ここです。アントニー、お、これ、これ映った方がいいかな。イタリアンです。はい、六本木通り沿いです。初めて行きます。じゃん、これで行けばいい。はい、前菜入ります。これママのか。はい、こっちの方が、うん、嘘。はい、こんなところです。じゃじゃん。そ、はい、ミー選手真剣に YouTube を見てます。はい、じゃじゃん。はい、ニョッキ、ニョ、あら、ニョッキ入ります。はい、どう、おいしい？おい、あ、トッポギ、トッポギ、ニョッキ超うまい。トッポギ系だね。全然違えよ。はい、なんだっけ、何ピザだっけ。ソーセージ。はい、はい、ソーセージピザ入ります。何スープ？イッソワード。ビスス？もう何回も。ダメだ、これは無理、言えない。ビスソワード。はい、これはあのハワイで一番超うまいというしたピザに味が超似てます。いいじゃん、これ発見。はい、カラボナーラ入ります。え、これをかけた方が美味しいらしい。はい、デスアートのサンプルが出てきました。はい、
ちらがチョコレートのケーキ。分かってるかお前全部。うん、分かってる。パパ、イメイメにパパも頼んじゃおう、これこちらで。パパ別に食べる予定なかったんだけど。じゃあパパこれと、はい。はい、はい、はい、どれ？チョコケーキ。出た、絶対そうと思った。はい、ママ、あとじゃあホットコーヒー。はい。じゃじゃん、OK、じゃん、はい。なんとかコット。え？スコット？ズコット？じゃなんか、あっ。スコットです、スコット。初めて食べます。食べてみます。じゃん。なんか不思議な感じです。これが何？レモンパイ。うん。あ、レモンパイこっちが。美味しい。レモンパイ。レオンの。普通のこれ何？チョコケーキ。普通のチョコケーキ。うまい。なんかめっちゃく食べたんだ。うまい。うまい。ママのレモンが1位。レオのチョコが2位。パパのスコットが第3位。パパは何で？大野さん。はい、アントニオさん、超美味しかったね。よかった。サービスも満点。このね、しかしね、駅からね、これ超不便なところなのにどんどんお客が入っていく。やっぱね、人気店だよ。以上、終わり。スーパーセブンスリーで慣れたおかげで、ノールックが増えるようになりました。ジムのね、用意してきてるんだけどね、なんか多分、いけなさそうな感じ。そう、それでね、今の話の続きだけど、これ EOS 70D とかだとほら、バリアングル、アルファ7-3買うときにバリアングルしないからどうのこうのとか言ってたじゃないですか。でもね、慣れちゃうと、もはやこれでちょっとバリアングルしてないっていうね。ね、すごいね。ね、もうノールックでこうやって取れちゃうわけですよ。普通だって映ってる、ことです。そういうことなんですね。今ね、渋谷に移動してきました。ルイ君、寝ちゃってます。これさ、みんな覚えてますかね。ほら、ちょっと前にさ、1年ぐらいも経つのかな、あのここが火傷したとか腐ったとか皮膚がしたの。実はこんなになってるんです。